チャオ、あっちゃんです。今日は11月の17日金曜日、免許更新に行くんでちょっとメイクしていきます。よいしょ。でね、オールインワンのね、これで。オールインワン下地、これ。免許更新の前に白髪染めといてよかったな。白髪が出てるわ、前は。そこまで映らんやろっていう甘い考えで。結構免許の写真ね、鮮明に映るからね。3年間それでやらかんから。可愛く撮りたいやんか。出来上がる前どんな顔で打つか分からないからね。3年間どんよりした気分になるでしょ、免許の写真が可愛くなかったら。これじゃない、どこ入れたのかな。なあ、メイクせえへんとかね、どこでも怒るんだけど。白すぎてもね、よいしょか。粉をね、でね、落ち着かせて。眉毛剃ろうかな。ね、まつげ、まつげコンボでね、ちょっと整えて、ちょっとね、まつげくしてから1ヶ月ほど経つから、バサついてるね。で、カミソリの私とか忘れた。これで、ね、アイシャドウをね、ちょっと可愛くピンク。アイシャドウはね、ちょっとね、メイクポーチをどこへ置いたの？
しいろんなの使っていこう。まずコフレドールのゴールに変わる色をピンクを入れよう。ピンクがなかったかな。これでいいかな。で、ブラウンを入れて、でね、ちょっと赤系を入れたいんやけどね、赤系を軽く入れたいんやけど、ラメを入れて、ほんのりね、ちょっとピンク系でガーリーに仕上げました。んで、眉毛
と右方が眉毛が広くなっちゃったわ。で、これでか。まあ、こんな感じで。で、口紅。これでね、前髪をちょっと整えていきましょう。これね、前髪をね、整えるやつ。では、行ってきます。今日のコーデはこんな感じ。こんな感じで出かけてきます。免許更新。行ってきます。